21世紀における、えーまあ、ラディカルな政治あるいはその、えー、ラディカルなこう生き方を考える上での、えー、カウンターカルチャーあるいは、えー、精神的なその実践について、えー、今日はちょっと考えていきたいと思うんですね。これはあの特に2015年2016年 えーまあ、主にイギリスで活躍する、えーまあ、理論家たち、まあ、マーク・フィッシャーや、まあ、彼の友人でもあるジェレミー・ギルバート、えー、という政治理論家たちが、えーまあ、考えてきた、えー、サイケデリック・ソーシャリズム、えー、とも呼ばれる、えー、新たな、まあ、分野 えー、一つの、まあ、研究テーマ、えー、をベースにちょっとこう展開したいと思うんですね。まあ、この辺はもちろんアートとも関係があってですね。えーまあ、2000年代に入って、まあ、アート界、特に美術館では、まあ、この1960年代、70年代の、まあ、カウンターカルチャーと呼ばれる一つの えーまあ、ある意味ではラディカル文化運動と言ってもいいと思うんですけど、えー、このサイケデリック文化カウンターカルチャー,チャーをまあ再評価する展覧会の動きもずっとあるんですね。でまあ、はっきり言いますと多分王道の20世紀美術史の中からは相当まあその無視されてきたことも事実だと思いますね。 例えばトマス・クローという有名なアメリカの批評家が書いた1960年代のまあ非常に有名な美術史があるんですけどそこにはほとんどサイケデリックっていう言葉は登場しないえ主にまあ王道的なえポップアートとかコンセプチュャルアートとかミニマリズムのようなその大きい運動に目を 向けていってっですね、まあ、このカウンターカルチャーの影響あるいはその、えー、アート音楽建築政治運動の関係、まあ、あんまり深く言及されてこなかったっていうのも事実なんですね。